6時になりました。お元気ですか？そして今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますか？おさむとみずきがお送りする火曜日の午後6時は火曜大更新。8月11日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。葛飾 FM をお聞きの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか？こんばんは、松田修です。しかし本当に本当に暑くなってまいりました。皆様体調はいかがでしょうか？今日の最高気温38度、最低気温が27度、明日の予想ですが最高気温が36度、最低気温は27度の予想です。天気予報は晴れのち曇りの予報になっています。それでは今日もこの方をご紹介します。原瑞希さんです。こんばんは。こんばんは。今日暑いですね。暑いですね。暑いというかもう本当にサウナの中を歩いているような感じで。そうですね、はいはい、でもなんかそういうあのなんていうでしょう、じとっとした暑さではなく、なんか今日はカラッとした暑さのような気もしましたけど。そうですね、湿度は少ないみたいですよね。そんな感じでしたね、はい、でも今日はですね、はい、41度という、ね、気温が出たところもあるみたいで、はいはいはい、本当にあの熱中症も気をつけなくちゃいけないなという。そうですね、ダブルですもんね。ダブルですね。コロナも怖いけれども熱中症も気をつけていただきたいという。そうですね、ですから人がいない時ですとか、はい、密にならなければちょっとマスクを外したりとかですね、やはり自分なりにこう、はい、いろいろしないといけないなという。コントロールしてね。コントロールして、はい、何かコントロールされたりしてるんですか？そうですね、今私も表で誰もいないところでマスク外しましたけれども、はいはい、ちょっと空気を入れてっていう感じでね。空気を入れて、やはりですね、よくこうワイドショーかなんかですと、はい、こうマスクをしているとこうなんていうんですか、よくこうなんていうんですかね、色で表すとこの辺が真っ赤っかになるんですよね。はい、はい、で、はい、それでちょっとこう外すとなんかスーッと青くなるでしょ。青くなったり。そうなんですよね。なんかその辺のやっぱりこう、はい、だから相当熱がここにねこもってしまうという。そうなんです。それで熱中症の元になるんですね。元になるんです。そうなんです、はい、今日ですね素晴らしいお客様に来ていただいておりますので。ですよね、はい、はい、聞いてる方がですね、はい、盛り上がって熱中症になっちゃうんじゃないか、そんなことはないです。楽しみにしてくださいね。楽しみにしていただきたいと。今日は本当に、はい、それでは今日も1時間生放送よろしくお願いいたします。はい、それでは火曜大更新、最後まで1時間ごゆっくりお楽しみください。この番組は新恋はカラオケ喫茶アラビカ、原瑞希音楽事務所、恋は CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたします。それでは今日の1曲目です。原瑞希さん、曲紹介お願いいたします。どうぞ。はい、母こぼし点点点ふるさと聞いてください。
原瑞希さんの歌で母こぼし点々点ふるさと聞いていただきました。はい、ありがとうございました。それでは火曜大更新始めさせていただきます。改めてご紹介いたします。原瑞希さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。しかしですね、はい、もう本当に今はですね、はい、コロナが大変だということと暑いですねというのがもうご挨拶になってしまってますけど、そうですね、はい、本当にラジオ機の皆さんも涼しいね感じでこう聞いていただければと思いますけれども、ね、はい、それでは今日の素敵なね、はい、お客様をご紹介したいと思います。はい、お願いいたします。永井優子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、もういつも元気な永井優子さんですけれども、はいはい、という何かコロナ対策といいますか何かされてらっしゃいますでしょうか。いや、対策って言ってももう家にこもる。こもる、うん、はい、仕事以外家から出ない。出ない、はい、なるほど、それは一番かもしれないです、ね、お考えです。でだって暑いし、はい、コロナウイルスも怖いし、はい、怖いしお家にいて、はい、安心安全快適に過ごせる。安心安全快適その通りですね。確かにそうですよね。素晴らしいじゃないですか、はい、なんか さっきちょっとお聞きしたらワンちゃんと一緒に。あ、そうです、ミニチュアダックス、うん、はい、11歳の大輔っていう名前なんです。大輔ということは男の子。男の子、そうです。女の子だったら日本の名前ですね。思いっきり日本の名前もう犬っぽいペットっぽい名前をつけるのにちょっと抵抗があって、はい、もう人間みたいな名前をつけるんですよね。ポチとかじゃなくてね。そうそうそう、じゃあ普通に散歩させてるとこれは大好きとかって言うんですか。大君ダメでしょ。あ、大君ダメでしょ。大君で止めるのね。大君なの。大君ね。でもシンプルでとってもいいじゃないですか。そうです、だから分かりやすいし、皆さん覚えてくださいますね。そうですよね、名前を。うん、なるほどね。いいと思う。本当ですね。大君、はい、じゃあ大君にもね、はい、ぜひ聞いてていただきたいと思います。聞いてるかもねはい、それでは今日も後ほどたくさんの曲をかけますんでよろしくお願いいたします。はい、それでは今月の歌、今月のメッセージということで島明乃さんからメッセージをいただいております。それではどうぞ。火曜大更新をお聞きの皆さん、こんばんは、島明乃です。おさむさん、みずきさん、先日は大変お世話になりました。ありがとうございます。7月の22日に島明乃のサードシングル海峡シリーズ第3弾でございます、海峡別れ宿が発売になりました。この曲は作詞作曲を原ジョージ先生こと北島三郎先生に作っていただきました。北海道を舞台にしたもう王道演歌でございます。カラオケでも本当に歌いやすい曲となっております。ここで先生から教えていただきました歌のワンポイントアドバイスということなんですけれども、先生のリズムの取り方がありまして、3拍子なんですが 1,2,3,1,2,3 ではなく北島先生っぽくスンタラタントントンというような、この体を動かしながらテンテンテンタラタンみたいな、そういう風なリズムを刻んでですね、体をいっぱい動かしながら歌っていただけたらなと思います。そして島明乃はですね、今 YouTube チャンネルもやっておりまして、島明乃と YouTube で検索していただけたら出てきますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。それでは今頑張っている曲海峡別れ宿をお聴きください。よろしくお願いいたします。島明乃さんです。海峡別れ宿お聞きください。
原瑞希さん、はい、はい、それではですね、今日も素敵なゲストの方、はい、改めてご紹介いたします、はい、お願いいたします。永井優子さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今皆さんに手を振っておりますけれども、はい、はい、ここにですね、このディスコグラフィーといいましてね、永、はい、井優子さんの、まあ、新曲のチラシの裏側に今まで出した曲がザーッと書いてあるんですけども、はいはい、デビュー曲から今回が19曲目ということで20周年ということになるんです。29枚目ですね。あ、ごめんなさい、今なんて言われたら19枚、失礼いたします。29枚、はい、そうですね、29枚でございます、はい、29作目ということで、うん、はい、で実はですね、この4曲目に菜の花鳥花という歌があるんですけれども、はいはい、この曲が発売されたのが2003年の4月だったんですけれども、はい、実はずっと今から17年ほど前に、私のやっているカラオケ喫茶アラビカというところでキャンペーンをしていただいたんですよ、ね、そうおっしゃってましたね。普通はいつもの一般的に言うと、皆さんに CD を買っていただいたり、あのドリンクをつけたりしてセットで入場料金いくらとかってやるんですけれども、はいはい、今回は入るのもタダですよ、見るのもタダですよ、何もお金取りませんよという初めてのパターンでそのやらさせていただいて、でもし CD 買いたかったら買ってください、飲み物飲みたかったら飲んでくださいという、そういうやり方でやらさせていただいたんです。珍しいですね。そしたらさすが一人の方がね、すいませんコーヒーとかって言うと、皆さんがコーヒーコーヒーとか飲み物を飲んでいただいてでその時にですね、ちょうど哀愁桟橋という曲を出されていて、はいはい、ちょうどその菜の花鳥花が出る前だったので、じゃあ菜の花鳥花の CD を予約された方は優子さんと写真がツーショット撮れますよと言った、私も私もって結局バーッと皆さん買っていただいて、本当に逆にその方が人がもともと集まってくださるので、いいんじゃないかな、初めより、もよりもいいかなって、そういうふうにやった第一弾の優子さんだったので、すごく記憶に、大成功ということですね。大成功でございます、ね、はい、そういうことがございました。はい、という今日はですね、とにかくたくさんの曲をね、うん、皆さんにおかけしたいと思いますが、この新曲のカップリングなんですけれども、はい、このデビュー曲愛の桜記念日という曲をあえて、はい、あの20周年バージョンとしてカップリングに入れたということは何か。そうなんです、今年デビューして丸20年で、はい、20周年を迎えさせていただいてるんですけど、はい、まあ、そして女という曲とまたもう正反対な正反対です。正反対です。デビュー曲は歌謡曲でデビューしたので、そうですね、可愛らしい青春ピュアというキャッチコピーをいただいておりまして。あ、そうですか。そういう感じの、もう何にも知らない娘ですっていう歌なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、はい、でその愛の桜記念日をもう新たな気持ちで、新たな気持ちで、このデビュー20周年に、うん、あの皆様に新たにまた20周年経った永井優子が歌を再収録させていただいて、なるほど、大人になった今回永井優子さんカップリングの曲として、ね、はい、収録させていただきます。わかりました。それでは皆さんに聞いていただきましょう。改めて曲紹介お願いいたします。永井優子で愛の桜記念日20周年バージョンです。どうぞ。永井優子さんの歌で愛の桜記念日20周年バージョンを聴かさせていただいておりますけれども、原瑞希さん、いかがでございましょうか。可愛らしい、爽やか、爽やか、いやーねー本当ですね。これで新たにリリースし直して、あの、そうです、収録、収録し直して、再収録して、はい、なるほど。そうですか。不安の皆様はやっぱりこう、この歌詞にもあります、少女から大人へこう成長した過程がこの
デビュー曲を聴き比べた時にこう感じるんじゃないでしょうかね。だいぶ私もあのデビュー曲を、まあ、コンサートとかでは必ず歌わせていただいたりするんですけど、はいはい、レコーディングスタジオでちゃんと歌う、お客様がいないところでちゃんと歌うっていうのはそのデビューの時のレコーディング以来だったので、なるほど、はい、なんかこうなんて言うんですか、その時の気持ちが蘇るというか、はいはい、その時のイメージに合わせて心も体もすべてその当時に戻った一瞬で、なるほどそんな感じでした。でもそんな感じに歌えてますね。いや本当にね、声も取らずっていう感じで、ね、本当ですね、はい、でも20年前デビューされた時はこの路線でアイドル路線といいますか、はい、歌謡曲路線で行こうという感じだったんでしょうか。じゃなくてですね、はい、まあ、もちろん私は演歌、演歌歌謡曲を歌って、はい、まあ、演歌歌手としてデビューされた、デビューする予定だと思ってたんですけど、はい、まあ、あの私のプロデューサーの方々が、はい、まあ、お偉いさん方々が、はい、いろいろ話し合って、まあ、急にね無名の永井優子が、新人の永井優子がポンと着物を着てド変化を歌っても目立たないと、なるほど、だったらこういうちょっと皆様に絵はがきを送る気持ちで愛の桜記念日でデビューさせたらずっと彼女にとっても残る一曲になるんじゃないのかっていうことで、なるほど、愛の桜記念日でデビューしたんです。そうですか、はい、素敵な歌ですね。素敵な歌ですね。本当爽やか、はい、いやもしかしてラジオ機の皆さんで、うん、あの永井優子さんは哀愁桟橋がデビュー曲じゃないかと思った方もいらっしゃるかもしれません。結構思ってました、ね、いらっしゃるんですよ。自分も意外とそう思ってたんですけども、そうですから新たなこの、ね、はい、魅力といいますか、はい、やはりあのデビュー曲の時の優子さんの歌い方とはまたちょっと変わってるんでしょうかね、はい、20年前の曲自分で聞かれてどんな感じ。私あのだいぶに20年前のデビュー曲の時の声にだいぶ寄せてます。寄せてます。なるほど、頑張って寄せてます。頑張って寄せてます。壊せないですよ本当に。なるほど、本当爽やかで、はい、ということでね、はい、ぜひ皆さんこれ新曲のカップリングですからね、ぜひまた。ファンの方大発見じゃないですかこれ、今日聞いて、ね、この歌を聞いて、あ、新たな不安が、ね、そうですね、ね、お願いします、うん、お願いいたします。それではですね、永井優子さんのヒット曲を2曲ちょっとメドレー式でちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、はい、それではまた曲紹介をですね優子さんの方からしていただきたいと思います、はいはい、それでは永井優子をカラオケファンの皆さんに大変可愛がっていただいた2曲です。そして雪の中、そして郡上八幡女町、聞いてください。永井優子さんの歌で、そして雪の中、聴かさせていただいておりますけれども、はい、この曲ももう8年ほど前の曲になるんですね。そんなに前な
んです ねそしてシリーズ、まあ、今回そして女という歌を新曲として20周年記念曲として出してるんですけど、はい、まあ、この歌があって、そしてもう一曲そして湯の宿っていうありました、はい、そしてシリーズの第3弾として今回新曲を出させてもらったんですけど、はい、まあ、この歌の世界観がググッと永井優子をこう大人の女性にしてくれた、そういう作品だったので今回セレクトさせていただきました。たくさん の曲、もちろん全ての曲に思い出があると思いますが、はい、この曲が優子さんとしてはこう大人の世界にちょっと大人っぽくなってきたかなって、そんな感じ。そうですね、はい、もう歌詞の内容を見るとキヤーって言いたくなるよな。キヤーっと言いたくなる。そう、2番の歌詞とか、はい、もうあの帯をほどいたりする、こうなんていうんですか、シチュエーションがあります。そうですね、歌の中に出てくるんですけど、はい、もうドキドキでしたね。ドキドキです。なるほど。やはりこう詩を、ね、あの読んでその世界をこうに入るわけですから、はい、すね、なかなかね、イメージしながら歌うんですね、帯を解くなんてことが今までなかった優子さんの曲の中では、やっぱりちょっと大人を感じるという、びっくりです。今まではどちらかというと この歌を歌うまでは、あの悲しくても悲しいよ、切ないよって歌う歌の方が多かったんです。なるほど。そうです。そうですね。いやびっくりです、うん、この歌聞いて、はい、じゃあ改めてもう一度曲紹介お願いいたします。はい、郡上八幡女町聞いてください。永井優子さんの歌で郡上八幡女町聴かさせていただいておりますけれども、この曲も今日あのお店で歌ってる方がいらっしゃいましたけど、 ありがとうございます、はい、やはりあの優子さんの代表曲のうちの一つだと思いますけれども、はいはい、原さんいかがですか、こうやって聞かれて。いやーびっくりですね。びっくり。このさっき、はい、あのデビュー曲をね、はい、新たに歌ってくださって聴かせていただき、私初めてなんですよ、この歌が。あ、なるほど。はいはい。でその後の今曲、大人ですね。そうですね、ご自分でもお分かりでしょう、歌を聞いて、はい、別人ですもの。別人、本人でございます。本人でございます。はい、なるほどね、はい、でもいや詩をねいただいた時にびっくりしたとおっしゃってましたけど、はい、その通りですよね。そうですね、でその若さでこの雰囲気が出せる、すごいですね。 やっぱりそうですね、大人の雰囲気にググッと、うん、世界観を変えてくださった、うん、スタッフの皆様が、はい、成長させてくれた。いや私このさっきの歌好きですね。どっちですか、この前この前の歌、そして雪の中。なるほどね、いいですね、ありがとうございます。好きです。今も CD あります。あるんですかね、これ結構前の歌、はい、8年前の多分もうアルバムになってるんだと思いますね。覚えたいですね、はい、ということでございまして、素晴らしいです、はい、もう今日はですね、はい、本当に優子さんの曲をたくさんかけさせていただきたいと思いますけれども、そういうことでお越しいただきました。そうですね、今日はね、はい、ありがとうございます。ちょっとですね、お歌をお休みさせていただきまして、この何が出るかなみだくじというコーナーがございまして、はい、うん、はい、ここでね ABCDE と
5つ好きなものがあるんで、うん、好きなものとアルファベットでございます何が好きなものだかよく分かりませんけど我々だね。たまにあのいや頭がおかしくなるちょっとこの熱で、はいはい、あの ABCD の中から1つ選んでいただきたいと思いますが、はい、まずは何いきましょうか。じゃあですね B、はい、B、はい、ちなみに血液型はO、 O、 なるほど、はい、じゃあ O、 O、 はい、O、 O オール O でございますオール O でございますオール O 型の優子さんが B を選びましたでいきますね、はい、せーの何が出るかな何が出るかな、じゃあ芸能界で仲の良いお友達の話たくさんいらっしゃると思いますけどもうたくさん言っていただいても構いませんけど、いや私あの仲がいいあんまりその同じお仕事、はい、職業をされてる方ってなかなかなんか仲良くなるっていうことができなくて、私人見知りなんです。そうなんですか、そうなんですか。皆さんにそう人見知りなんですって言うと皆さん同じ反応されるんですけど、うん、はい、実は人見知りで、はい、自分からこう言っていけないタイプなんですけど、はい、だけどまあ同じキングレコードの、はい、私より4センチ小さい身長の小さい井上由美子さんと、はい、井上由美子さん、はいはい、なでしこ姉妹というユニットを組ませていただいておりまして、はい、で、このなでしこ姉妹が2011年に結成させていただいてて、あ、そうですか。今までもたくさんシングルもアルバムの方も、はい、ベストアルバムも発売させていただいたりしてて、はい、まあ、そのなでしこ姉妹がご縁で、はい、すごく仲良くなって、はい、本当の姉妹のような、なるほど、本当の姉妹のような友達っていうより家族みたいな、なるほどね、感じになりました。ゆうこさんちなみに何人兄弟なんですか。私一人っ子、あ、一人っ子なんですか。で井上由美子さんも一人っ子なんです。一人っ子なんですか。だからお姉ちゃんと妹なんです。あ、なるほど、あ、由美子さんのがお姉ちゃんなわけです。あまり言うと怒られるんで。あ、なるほど、はい、あの井上由美子さんも実はあの私のカラオケ喫茶アラビカに来ていただいたことが何回かあって、はいはい、デビュー曲と2曲目の時に来ていただいたんですけど、はい、その時のサインがですね、はい、かっこいいおさむさんへと書いていただいたのが未だにお店に貼ってあるんです。実はもちろんですよ。もう20年の一言が20年貼ってありますから、はい、そうですよね。あとで優子さんにもちょっとそこに書いていただきます。20年貼らさせていただきます。はい、ということでぜひよろしくお伝えください。はい、はい、分かりました。じゃあもう一つ選びましょうか。 B 以外で、B 以外、じゃあ CC 分かりました、はい、じゃあもう一回いきます、せーの、はいはい、何が出るかな何が出るかな、じゃあこれだけは誰にも負けない私の自慢、はい、なんかあります自慢。いや、ちょっとこれだけは誰にも負けないって言ったらちょっとおこがましいんですけど、おこがましい、はい、私まあ今回ね、はい、こうやって、まあ、コロナだったりでおうち時間がすごくたっぷりあった な, なるほど、はい、でもともと10年ぐらい前に、はい、あ、始めたのが編み物、編み物を始めたんですよ、はい、あ、そうですか、はい、編み物を始めて、はい、で、まあ、このお家にいる自粛期間中ずっとお家で編み物をしてて、はい、なんと、なんと、はい、販売もさせていただいておりまして。あ、本当ですか。何を、どういうものを販売されてるんですか。今ですね、はい、携帯電話のホームページ、永井優子のホームページの方から入っていただけるんですけれども、はいはい、まあ、例えば、はい、こういうそちらに画面があのカメラがありますね。よかったらこう、ね、はい、コースターとか、あー、コースター、はいはい、はい、コースターだとか、はいはい、あとペットボトルケースとか、その今持ってるワンちゃんのそれの前に、これは申し訳ございませんが、はい、販売はされておりませんで、はい、私専用です。本当に、はいはい、それ専用に作ったそれ大ちゃんじゃないんですか。あ、これあ、お気づいていただいてありがとうございます、はい、そうなんです。ダックスフンド、ダックスフンドですね。そうなんです。ちょっと胴が長いですからねだいぶ長いですけど胴がなく足が短いんで、はい、ないですけど。そうです。あ、なるほど。だから編み物とかそういうハンドメイド、はい、手芸とか、はい、が大好きです。意外でしたね。意外ですか。手先器用なんですねそれはどこで買えるんですか。その長井優子のホームページ入っていただきますと、はい、ハンドメイドのなんていうんですかね、はい、コーナーがありまして、はい、そこから、もうオンラインショッピングでも買えますし、はいはい、電話をしていただいたら電話の方で受け付けておりますので、はい、なるほど、はい、ぜひとも買いたくなりました。そうですよ、皆様、はい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 、ちなみにお値段をお聞きしても大丈夫ですか。コースター、いくらだったっけ、1500円ぐらいかな。なるほど、はい、それでももう、ペットボトルケースが4000円ぐらいすると思う。あ、なるほど、はい、コースターは何枚組
いや1枚です。なるほど、はい、分かりました。ぜひとも皆さんにね、あのペットボトル、ああいう可愛らしいのがあれとはまたちょっと違う、全然 違うけど、はい、あの抱えちゃってます。これだとちょっとこれはダメだって、なんていうんですかおもちゃっぽいので。なるほど、普通に皆様が持ち歩けるような感じ、はい、ものを作っております。わかりました、はい、ということでぜひねホームページの方もぜひご覧ください。はい、それでは新曲をね皆さんに聞いていただきましょうか、はいはい、改めてどういう物語かをちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。そして、まあ、先ほどもあったように、そして雪の中があって、そして湯の宿という曲があって、で今回のそして女につながるんですけれども、こう大人の女性、さっき あの永井優子ではないですけど、デビューの時は愛の桜記念日で少女だった女性が、はいはい、20周年経ったら大人の女性に変化していく、そういう物語というか、まあ、なんていうんですかね、永井優子をテーマにしてもらってるかのような作風になっております。なるほど、わかりました、はい、この曲もそしてがついてますね、はい、それでは改めて曲紹介お願いいたします。どうぞ、はい、永井優子でそして女。永井優子さんのデビュー20周年記念曲そして女、聞かさせていただいておりますが、本当に大人の女という感じがいたしますけど、水木さんいかがですか。20年大人になりました。大人になりました本当に、ね、だいぶ大人ですもん。だいぶ大人になりましたねだいぶ大人になりました、はい、なるほど、はい、あのこちら先ほど、ね、お便りがちょっと来てますので、うん、ちょっと、ね、読まさせていただきたいと思います。はい、はい、こんばんは、おさむさん、水木さん、いつもアットホームな番組が大好きで癒されています。ありがとうございます。今夜は大好きな永井優子さんがゲストなんですね。かなりテンションが上がっています、はい、ラジオの前で緊張して聞かさせてもらってますということで、ね、そうなんですか、はい、薩摩仙台市の文化ホールのステージで、はい、素敵な歌声を聞かせていただいたことがあります、うん、今でも楽しいトークと合わせて心に残っています。今大変な時期ですが、これからも頑張ってくださいね。またいつか鹿児島でお会いしたいですということで、はい、こちらはですね、演歌大好きおばさんからいただきました、うん、ありがとうございます、はい、よかったです ね遠くからね、鹿児島からいただきました。鹿児島から遠く、東京の葛飾まで、そうですね、はい、でもやはりあの日本全国あの歌のお仕事で行かれると思いますけれども、はい、やはりいきなりこう鹿児島とかってこの薩摩仙台市とかって言われると、なんだ記憶的に残ってるもんでしょうか、うん、なんかあそこかなって、最近行ったのかところだとあそこかなって思って。なるほど、ところは、はい、浮かんでるんですけど。なるほど、よくあの歌手の方皆さんに聞くと、やはりあの、はい、その空港とか例えば駅から その会場の往復なので、はい、なかなかそこに行ったとしてもそういう
実感が湧かなかったりする方が多くいらっしゃるみたいで、ね、場所そのものに行くとマネージャーさんもおっしゃってましたよ ね、そうなんです。そこに行くと思い出すっていう、思い出すっていうね、観光すれば分かるでしょうけどね、道中はちょっとね、ホテルと観光しないですからね、しないですからね、うん、そうですよね、うん、はい、ということでございますが、ちょっと話がガラッと変わりますが、はい、暑いのと寒いのって優子さんどちらがお好きなんですか？暑いのも寒いのも嫌いです。暑いのも寒いのも嫌いなんか早口言葉みたいですけど、でも強いて言うとどんな感じなんでしょう？暑いのが嫌かもしれない。暑いと具合悪くなるでしょう。具合悪くなる、暑すぎると。確か、まあ、確かにそうです。脱ぐ限度があるし、うん、脱ぐ限度があるし、そうですね、確かに。夏は熱中症があるじゃないですか。そう、寒いと着込めばいい。そりゃそうです、その通りですね。暖かい着込んで動けばいい、つければいい、うん、そうやそうです、うん、お湯に浸かればいい。お湯に浸かればいい、うん、夏はもう脱ぐに脱げない、もう脱げない脱ぐものないじゃないですか。なるほど。でも夏のステージか野外ステージとかってそういう経験とかもあります。あります。どうなんですか、すね、そういう時って。私も、はい、あのね、はい、私本当申し訳ないんですけど、はい、夏の夜のステージ、野外のステージが、はい、ダメなんです。ダメなんです。ダメってどういうこと？虫が寄ってくるじゃん。その通りです。そっちが嫌なんですね。でね、はい、明かりのあるところに虫が来るんです。そうなんです。あの虫が寄ってくる分にはいいんですよ、はい、ただ私すごい汗をかいて、汗の中で虫が泳いでる、あれ本当ですか？本当です。本当に汗だくになってて虫が泳いでたりする、はい、もうそれが嫌だから、はい、夏は野外無理無理。なるほど。ぜひあの関係者の皆様、ぜひ冬に誘っていただきたいと思います。野外はよろしくお願いします。寒かったら頑張ります。そうです。寒い方、寒い時はもうバリバリ頑張りますので、はい、暑い方はちょっとご検討いただきまして。はい、わかります。はい、それではですね、はい、今から2曲、私松田治が選んだ優子さんの、うん、2曲をちょっとですね、ワンコーラスずつですけどセレクトさせていただきまして、はい、これを初めて聞いた時にはちょっとロックだない、ロック色のある曲でして、うん、またガラッとイメージが変わりましたけど、まずはこの曲から、それでは聴いていただきたいと思います。永井優子さんで年頃酒、お聴きください。どうぞ。永井優子さんの年頃酒を聞いていますけれども、これ初めて聞いた時にこれ誰が歌ってるんだろうって初めて分からなかったんです。あ、え、永井さんが歌ってるのっていう、そういうイメージがありまして、うんうん、永井さんはこの優子さんはこの曲を今度歌う新曲となった時どういうイメージ、うん、第一印象はどうだったんでしょうか？この年頃酒っていうのが、はい、作詞が荒木豊久さん、荒木豊久さん、はい、作曲が浜圭介先生、そうでしたね、ゴールデンコンビの先生方に書いていただいて、はい、実はこの年頃酒はその両先生に書いていただいた第2弾になるんですね。あ、第2弾ですか、はい、第1弾が海猫晩歌なんです。あ、はい、そうですか。そうです。海猫晩歌、年頃酒、そして北の旅路と続くんですけれども、3曲続けてですね、はい、で一番最初にいただいた海猫晩歌の時に、その世界観、先生方が永井優子の歌の世界観をこうぐっと広げてくださって、はい、私自身視野がすごく広がったんですね。なるほど。でこの年頃酒をいただいた時は、はい、なんてこうロック、それこそロックなんだろう、ロックなんだろうという。で浜圭介先生のメロ線なんです、この3作。あ、そうなんですか。両先生に書いていただいた作品は全部メロディーが先にできてるんですけど。なるほど。年頃酒の時もチャーンチャレッチャーって先生がチャチャチャで歌うんですよ。本当ですか。でそこに合わせて荒木豊久先生が詩を書いてくださった。なるほど。でも歌詞の中にバカ野郎がバカバカ野郎がとか出てくるじゃないですか。あんたあんなのとかいう、そういう歌詞にそのなんか抵抗はなかったんですか？全然なかった。全然なかった。本当に申し訳ないですけど、はい、私永井優子の素の状態は年頃酒。あ、なるほど。素。あ、そうですか。バカバカ野郎なんですね。なるほど。これねすごく好きだというか、もうこう印象、一回聞いたら離れ、このフレーズが ね、なかなか抜けない、そんな感じの一曲です。ドキドキされますか、この歌聞かれると。そうです、ね、男性の皆さんどうですか、ディレクターさんは。そうでドキドキされる。私はあんたのお守りじゃないという、そういうことでございますけれども、はい、それではですね、今のお話の中にもありましたけども、はい、同じく浜圭介先生の曲でございますね、はい、これ も自分この歌ももちろん好きなんですが、感想も好きなんですね。海猫晩歌、はい、海猫晩歌、永井優子さんです。
はい、この曲もね聴きながらお話しさせていただきたいと思いますが、やはりこのなんかこの自分は小さい子供の時にですけど、はい、バイオリンをやってたことがあるんですけども、このプロモーションビデオでこの、あの草原でというか皆さんオーケストラの方がですねこう、はい演奏されたりするのがオーケストラって言いますけど2人しかいません、ね、2人しかいない2人しかいないでもあれでもオーケストラですけどコケストラですねコケストラ、ね、でも本当にあの初めて来ましたでもそのね、うん、あの映像もそうだしあの途中の感想のねあのバイオリンの音色というか、うん、あの辺がすごく、はい、この歌ももちろんねあの映像ももちろんあのカモメが低く飛んでいくような映像ももちろん浮かぶんですけれども、はいはいどうでもこの曲はいかがですか。このまず第1弾なんですね、はい、その先生がいただいたそうなんです、はい、あのこのミネコバンカをいただいた時に、まあ、先ほども言ったようにメロディーが先にできてて浜先生がメロディーを先に思い浮かべてくださったんですけど実はこれはあの私の菜の花城下です、はい、それこそ、はい、悪友先生の詩ですね、はい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 、でその菜の花城下の詩に浜圭介先生がメロディーをつけてくださったそのメロディーが海猫バンカそうなんですか、うん、そうなんですほんあの海猫バンカは窓を開ければ海なりがそうです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 これが本当本当っていうか浜先生のデモテープでは3日続いた西風がって歌だったんですあなるほどそうなんですだから全然その菜の花城下のこうイメージもガラリと違うようガラリと創作品っていうことは菜の花城下の歌詞でこの歌が歌えるということ、うん、あそうですよ本当ですか逆も歌えるんです逆も歌えるとそうあの海猫バンカの詩で菜の花城下が歌える、はい、本当ですか歌ったことないですできるんですねでもできるそれはすごいですねできる自分あのですからあの先ほどお話があったんですけど、はい、あの菜の花城下ももちろん CD 持ってるんですけどあのどうしてもあの歌を聞く目をつぶりながら聞くと昔あの、うんあの山田洋次監督の映画で、はいはい、黄色い幸せの黄色いハンカチっていう、うんはい、そういうこともこう一面に黄色いハンカチがそうなんですそのイメージ2番でねハンカチがこうたくさんそのテーマなんですあそれがテーマなんですよで今回のこの海猫バンカは、はい、同じく高倉健さん主演、はい、倍賞千恵子さんが出られてた、はい、エキステーションという映画、はいはい、こちらがテーマになっているあそうなんですかそうなんですだからそのねその黄色いハンカチこう私が見えるでしょうかみたいなあれがね本当にあの映画を思い出したんですけどあそれがテーマだったんですねどんどんいろいろ映画がテーマになってる曲もたくさんああそうですか今度ご本人が歌ってみてください何をですかあの歌詞を変えてこれで両方歌えるんですよディレクターさんって説得力がちょっと薄いかなと、ま、ガラッとイメージが変わるでしょうけどね思うんですけどでもあの菜の花城下なんかも、うん、特にこう出だしからガーンといくじゃないですかそうなんですよ、ね、またこれはどっちかしっとりといくじゃないですか その辺の違いがありますよねまたねガラリと雰囲気が変わりますガラリとはいそうなんですいろんな作品をね歌っていらっしゃるからそうなんですあのそうですよねすごく永井優子、うん、自分で言うのもあれなんですけどすごく幸せ者だなって歌手として、はいはい、同じ路線ばっかりじゃなくていろんな路線の歌を歌わせて今お聞きしたら本当にいろんなジャンルで本当にいろんな路線があります、うん、はい、はい、ありがたいです本当ですあの島根県の松江市 の、うん、あの観光大使ですかそうです、はい、それもされているということでねそうです、はい、島根県は2カ所の観光大使あそうですどちらと岩見の国大田岩見銀山遺跡が世界遺産登録されるときにちょうど岩見寺一人という歌を歌なるほどはいはいそのそれがご縁で第二のふるさと、はい、島根県は第二のふるさとですなるほど、はい、今日実はですね黒川誠さんという方からもお便りが来ていて、うんはい、あの私島根県なんですけど今でも観光大使をされてるんですかというね先ほどお便りがされてるわけですねしてます、ね、2カ所してますなるほど曲のイメージがどんどん変わってるのでねそうです ね, ねそうです今現在も第二のふるさとなんでなるほど第二のふるさとということで、はいはい、今日は年頃だけそして海猫バンカ2曲今聴いていただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございますはいということでございましてね、今日ちょっと私びっくりしてるんですけど、はい、永井優子さんってね今日初めてじゃないですから、はい、こんな風にテンション高いと思わなかったんですよさっきでもあの人見知りっておっしゃったじゃないですか私人見知りです本当ですか、はい、だってお会いしたことあるから喋れるのあそういうことなんですかだけどこの仕事してて本当に喋れなかったらそれはそうですダメですよ、ね、それはそうです
本当ラジオ局、うん、某ラジオ局で全然静かなんですよ。全然静かなんですか。いや今日びっくりです。あ、そうですか。そう、あのこの番組はですね、あるこの前男性の方もそうなんですけど、普段喋らないという方がなぜかさ喋ってくださるという、ね、喋るんです、ね、喋んなきゃいけないと思うんですかね、はい、思うんですか ね、 ね、使命感、使命感でも自分の永井優子さんのイメージというのは、はい、その例えば先日ね、前にあるあのコンサートホールのある楽屋、はい、男性の楽屋に、はい、まあ、松原武さんですとか、はい、郡健太さんとかいらっしゃった楽屋にお尋ねしてた時に、はい、優子さん一人でポコッと入ってきたんですよ、はい、何しに入ってきたのよくわからないんですけど、うん、みんな元気みたいな感じで入ってこられたんですよ。全然そっからはね、人見知りという日の字もなかった。知ってる人がいるから知ってる人がいるから、全く初めましての人見知りなんですよ。そうなんですか。私の印象今日ガラッと変わりました。ガラッと変わりました。変わりました。今スイッチ入ってるんです。なるほどここのスイッチ今ね、あのスイッチキルとシュンってなる。年頃だけスイッチが入りましたからねいやこんなテンション高いと思いませんでしたもん、ね、本当にそういうことでございまして、はい、びっくりでした。それちょっと告知といいますか、まあ、今こういう状況ですからね、うん、なかなかあのこういうことをしますというか、なかなか告知は特にあれでしょうけど、はい、何か告知というかお知らせできることが。告知はだから長井優子、はい、ハンドメイドショップ開いて頑張っておりますので。あ、そういうことでございます。ぜひあのそうですね、長井優子のホームページからハンドメイド、そしてスケジュールの方もホームページにたくさん、はい、あの記載される。変更等もホームページをご覧いただいた方が確実だと思います。なるほど、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。なかなか今こう皆さんの前で歌ったりお話ししたりという機会がなかなかないと思いますけどね、うん、はい、ないですね今ね。会いたい、会いたい、はい、みんなに会いたい、はい、あの先日ですね、この小岩の音曲堂さんでこの番組の提供で、斉藤さんっていうその経営者の方が同級生なんですけど、あ、そうなんですね、うん、前にあのそこであの北川雄二さんがラジオ番組をされていて、はいはい、そこに出ました、出られた先月、うん、自分行ったんですけど時間が違って会えなかったんです。違う人だったという、うん、その時一応あの、ね、お会いしたかったという感じが、うん、でも今日いろいろお話できたの で、 そうです、ね、あれやっぱりあの人前でお話するというのはすごく楽しいもんですか、うん、私はあの家で大輔しかいないんで。なるほど、はい、犬しかいないんで。今日は楽しかったですか。今日はベラベラ喋りました。大輔ちゃんにもよろしくぜひお伝えていただいてありがとうございます、はい、大ちゃんだね、大ちゃん、大ちゃんですね、はい、今日もあのちょっと犬の話を1分だけ。テレビで、あるテレビで彫刻のなんか彫刻家がいて、その彫刻家が飼ってるワンちゃんがいるんですけど、うん、はいはい、彫刻と彫刻の間に本物のワンちゃんがこう入ると、なんか彫刻のようにパッと固まって、なんか一瞬動かなくなるんですよ、そのワンちゃんが。でなんか頭撫でてもなんか犬的にその真似をしているのか、こう固まっているという、そういう犬の話をやってましたけど、すごく可愛らしい。頭いいですね、そのワンちゃん。頭可愛らしい。もううちにもダクスンドがいたんです。のんちゃんと、のんちゃん、クロちゃん、チビちゃんと3匹いた。何で今いたんですか。いたんです。そうですね、もう昔の話なんです。はい、ということで、じゃあそれではですね、じゃあ原瑞希さんの曲を一曲皆さんにご紹介いたしましょうか、はいはいはい、それではもうそろそろ蛍の時期なので、はい、蛍火の宿を聴いてください、はい、お楽しみいただきました火曜大行進、そろそろお別れの時間になりました。本日は原瑞希さん、はい、永井優子さんに来ていただきまして、楽しい1時間を過ごしてまいりました。本当にお二人ともありがとうございました。ありがとうございました、はい、普段なかなかおしゃべりしないという優子さんが、ね、今日はたくさんしゃべっていただきました、はい、3日分ぐらいしゃべりました。3日分ぐらいしゃべりました、はい、実はですね、この優子さんからもう皆さんに、ね、プレゼントでございます。今日この優子さんのサイン入り色紙、はい、それからこれは何て言うんですか、クリアファイル、クリアファイル、はい、そうですね、はい、そしてこれは、メモ帳ですかね、メモ帳です、はい、メモ帳、はい、そして
それうちわです。そうですね、これうちわです。昔政治家の方がこれはうちわですかなんて言った方がいましたけど、マスクと言わないでしょ。うちわでございます。この4点セットをですね、はい、抽選で4名様に差し上げたいと思います。はい、ぜひあの永井優子さんのね、ここが好きとか何でも結構ですから、なんか一言書いていただければ嬉しいな。文句はやめてください。、はい、メールはですね 789@kfm789.co.jp、 そしてファックスの方は東京03-5670-5332番、そして郵便の方は郵便番号が 124-8505、 そして火曜大行進プレゼント係と、そういうことで届きますので、ぜひともですね永井優子さんのプレゼント欲しいと書いていただければ、はい、4名様に送らさせていただきます。お願いします。はい、8月31日までの消印といいますかね、あの今月いっぱい有効でございますので、ぜひとも、はい、明日でも明後日でも来週でもかけていただければと。今からでも。そうですね、今からでも。はい、はい、実はですね、今月あの今日ちょっと言うのはあれだったんですけど、はい、あのいつも私フクロウというのが好きなんです。フクロウさん、フクロウですね。フクロウさん、鳥のフクロウさん、はい、で鳥のフクロウさんがいつも鳴くんですけども、うん、その鳴き声を皆さんにいつもねちょっとやっていただこうということがね、いつもやっているんです。どうやって鳴くんでしたっけ。実はですね、私が突然ですがやらさせていただきます。はいはいはい、ほう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 、こんな感じなんですけど、ちょっと本物のフクロウさんをね、今ディレクターが急に言ったもんですから。あのちょっとバタバタしてます。バタバタして大丈夫ですよ、まだもうちょっとありますからね。フクロウさんこんな感じで鳴いてますんで、突然ですけれども、ほう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 、こんな感じなんですけど、皆さん幸せになるフクロウですか、フを苦労を取るということで、フクロウさんのほほほほを水木さんとあの優子さんにちょっとやっていただきたいと、最後この番組の最後先にどうぞ。花水木さんからすいません、今月のテーマです、すっかり忘れてました。ほほほほほほほ、こんな感じです。ありがとうね、そんな真剣な顔してやって。真剣ですよ、ありがとうございます。思いもしませんでした、もう鳥の鳴き声、とんでもないです。他の番組絶対やらない。ゆうこさんも全部ふくろうですから、ほって言うんですか。ありがとう、かわいらしい、かわいらしいふくろうです。いません、失礼いたしました。毎回今ねこれを先々週ぐらいからやってるんです。結構難しいこと、そうですか、ね、はい、皆さん古い人かなら分かりやすいんですけどね。 でもこれ簡単なんで、初めて。ありがとうございます。はい、ということでぜひゆうこさん、またぜひ、はい、ぜひまた呼んでください、はい、ぜひともまたまたぜひお越しください。お願いいたします。はい、社長にギャーギャー言われてましたぜひとも、はい、ぜひともまたお越しください、はい、こんな感じでした。はい、水木さんもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、なんかリスナーに一言、うん、10秒ぐらいで何かあります。はい、いつもありがとうございます、はい、この真夏もね、おかむさんとともに頑張りたいと思います、はい、皆さんも気をつけてください。はい、ありがとうございました。今日はゆうこさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。7時からは音コンピュレーションの再放送でお楽しみください。それでは来週もこの時間このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さよなら。さよなら。この番組は新恋はカラオケ喫茶アラビカ、原瑞希音楽事務所、恋は CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたしました。